いや斎藤さん飲みすぎですって。もう一回行くぞみたいな。おい、もう一回行くか。この時間帯も居酒屋どこもやってないっすよ。あ、なんだお前顔気ねえくせによ。いや顔気なくないでしょ俺。なんで顔気持ちいいんすか。どこ行きますか俺。せえな童貞のくせによ。童貞じゃないっすよ。なんで顔で判断するんすか。俺やったことありますか。なんすかそれ。あれ正午は。正午とりょうさん明日早いからもう帰りましたよ。マジで。てかそれよりもう俺ら終電ないっすよ。もう八王子帰れないっすよ今日。どうします。あ、お前終電調べとけよ。いやいや俺が調べてたら斎藤さん携帯取り上げたじゃないですか。あ、知らねえよそんな。おめえが調べとけよ。いやもうやばいっすよマジで。このままじゃ凍え死にます。どっか入りましょう。いやでも金曜日だからもうカラオケもいっぱいで入れないし、漫画喫茶も絶対いっぱいで入れないから、いや俺ら入れる店ないっすよ。どうします。どうしますじゃねえだろ。お前がなんとかしろ。お前がなんとかしろ。いやなんとかしろじゃねえんすマジで。なんとかしろ。ないから店がもう。もうやっぱりこんな店やってんのにどこも入れないんすよ。やばくないですか。どうします。凍え死にますよ。じゃあそこのホテル入る。いやじゃあ何言ってんすか。何それもやばいでしょ。二人で入ったらやばいでしょ。それはやばいっすよ斉藤さん。やばいっすよ。確かにな、それはやべえか。やめよう。噂になったりとかしたら嫌だしな。それやめようか。いやでも俺誰も言うんですけどね。別に誰も言うんですけどね。何ですか。いやでもなんか朝までやっぱでも外にいるわけにいかないじゃないですか。とりあえずどっかありません。とりあえずどっかありません。おめえ決めんだからおめえがなんか決めろよ。キモいから決めろって何ですか。それひどいじゃないですか。それでキモくなるでしょ俺。よく見ると顔決めんだよ。よく見るとって何ですか。キモくないですよ。なんで俺の顔よく見てるんですか。眠い。いや眠いっすね確かに。眠いな。濡れる場所入りましょうよ。ね、じゃあカラオケ行こうぜ。カラオケ。いやでもカラオケ今行ってもどうせいっぱいで待合室にすら入れないっすよ。そうかな、入れないっすよ。確かにな。なんかホテル行ってもお前絶対なんかしてくるしな。いや俺絶対何もしないっすよ。斎藤さんにマジそういう一切目でそういう目で見てないんだよ。本当に一切何もしないっす。いや童貞だからな。絶対なんかしてくるよ。いやマジ童貞じゃないっすからマジで。いや本当何もしないっす。もう万が一もう100万が1ぐらいにしかあんないっすよ。いや100万が1あんのかよ。じゃあダメだな。それはよくねえわ。なんか1店舗ぐらい空いてんだろカラオケ。いやいややってないっすよ。1店舗ぐらい空いてる。カラオケ行こう。カラオケ。そば先週行ったんすよカラオケ金曜日ね。いや3時間ぐらい外で待たされて。そんなに。結局なんか始発で帰るちったみたいなっつって。そんな待つの。いやカラオケはなちょっとな。じゃあホテル行く。いやでもホテルやったらマジでなんかもう緊急事態ですこれ。うわあ、まあもう斎藤さん風邪ひくわけにいかないし、うん、いやもうこれはもうね、しょうがないと思うんですよね、俺。うん、どうすかね、どうすかね、これ。決めてもらっていいですよ、任せます、任せます、もう。はい、任せます。じゃあカラオケ行きてえな。いやあ、カラオケかな。それやな。ホテル行く？いや、ホテルは正直しょうがない。お前ずっとホテル行きたがってんな。お前ずっとホテル行きたがってんじゃねえか、お前。いや、行きたくないですよ、行きたいなんて一言も言ってないですよ、俺。言ってるよな、言ってないっすよ。ホテル行きたがってんだろって。行きたいっすよ。サイトだけ言ってんだよ。あんた試験だよずっと。あ、すいません。試験だよ。何のアピールなんだそれ。いやマジ言ってないっす。行きたくない。決めえな。いや俺は行きたくないっす。いや嘘つけ。行きたがってたろ。いやサイトさん行きたくないっす。行きたくないっす。行きたがってたろ。いや行かないっす。絶対行かないっす。あじゃあいいのな。行かないっすよ。今行くって言ったら行くのに。いいのな。行かないっす。オッケーな。行かないっすよ。最後だぞ。行かないっす。いいのな。行かないっす。いいのな。行かないっす。いいのな。行かせてください。お願いします。